I'll give you $50 for it. Oh, come on! This is a genuine driver's license. It's gotta be worth at least 70. $50, take it or leave it. I doubt someone else would even give you the time of day. Oh, fine, tight ass. よージェフ。ん？富澤か。久しぶりだな。観光客から奪ったもんでも売りに来たのか？いや。なんだお前ら。3日前、俺のパスポートが盗まれてよ。ここに持ち込んだ奴がいなかったか。さあ、どうだったかな。とぼけねえで教えてくれよ。おいおい、富澤、俺がタダで情報を渡すとでも思ってんのか。やっぱダメ。当たり前だ。金用意してこい。そしたら教えてやるよ。ということだから金を用意するしかねえな。いくらくらいあればいいんだ。まあ相場は30ドルってところかな。逃げればもうちょい負けてくれそうだけど。結構きついな。どっかで金稼がねえとダメか。まあでもあの千歳って子に会うためだ。やるしかねえな。ああ千歳。おい兄ちゃんたち。え、ずっと話聞いてたんだがよ、あんたらが探してる女は千歳っていうのか。ああ、何か知ってるのか。心当たりがあってな。もしかしてダンサーっぽい編み込みの髪をした若い美人さんじゃねえか。そうだよ、そう、そいつに間違いねえ。どこで見たんだおっさん。こいつだよ。これは風俗、デリバリーヘルスとかか。さあホームレスの俺にはよくわかんねえが、姉ちゃんといいことができるサービスなんだろう。この前この近くで寝てた時によ、そのチラシ持った男が電話で女を呼んでたんだ。そしたらさっき言った千歳って女がやってきたってわけさ。オーラがある目立つ子でな、目を奪われちまったよ。聞いたところじゃどうやらその店のナンバーワンらしいぞ、その千歳って子。これは間違いなさそうだな。早速電話してみましょう。おっちゃんありがとうな。でもなんでこんな有益な情報俺たちにくれるんだよ。同じ日本人としてのよしみさ。あとジェフってやつ、俺は気に食わねえんだ。あいつが儲かるのも尺だからよ。ありがとう、おっちゃんいいやつだな。いいってことや。うまくいったら今度酒でも恵んでくれや。ああ、何杯でもご馳走してやるよ。じゃ行きますよ。はあ、もしもし、ゲリーズラブキャンプです。な、もしもし、チラシを見て電話しまして、女の子を呼びたいんですけど。え、おめでとうございます。お客様は当店の100人目のお客様になります。特別に今回は料金無料でご案内します。運がいいですね。おお、マジか、ありがとうございます。ではお客様、お名前と今いる場所を教えてもらえますか。名前は春日、場所はジェフってやつのタコストラックの近くだな。おお、あの辺りは治安が悪いですからね。さぞやお困りでしょう。え、いや、
そんなに困っちゃいないけど。 OK! ではうちのキャストの中で飛び切る暇で人気ないやつを1名そちらに派遣します。え、やだな。ていうかお宅の千歳さんでお願いしたいんだけども。千歳をご指名ですね。少々お待ちください。やっぱり運がいいですね、お客様。千歳は一番人気でいつも予約でいっぱいなんですが、今は運よく予定が空いています。おお、よかった。じゃあ千歳さんでお願いします。かしこまりました。すぐにそちらに向かわせますので、お待ちください。なんだって？千歳で指名できました。今すぐここに起こしてくれるって。そうか。だが普通こういうサービスってホテルとかにしか呼べないもんじゃないのか？さあどうなんでしょう。待ち合わせ型みたいなやつじゃないですか？外で会って一緒にホテルに行くみたいな。最近そういうのが多いって聞きますけど。詳しいな。よく利用するのか？いやいや、俺一応ソープで生まれた男ですからね。そのくらいは基礎知識というか教養というか。なるほどな。勉強になるぜ。やめてくださいよ。お待たせしました。お、来たみたいだぞ。え、どこから？ここです。はい、はやっ。うわ、なんだ。春日様ですか？そうだけどよ。お待たせしました、千歳です。こいつが千歳か。あっさりたどり着けたな。俺たちの作戦勝ちだ。やったな、カスカ。全然違う。なんだ、こいつじゃないのか？いやいや、全然違いますよ。どうなってんだよ、おっさん。知らねえよ、こいつじゃねえのかよ。名前千歳だし髪型も似てるんだろ？髪型は確かに一緒だし名前も奇跡的に一緒だけど、なんつうかこんなにパワフルじゃないっつうか。チェンジですか、千歳？悲しいです。いや、チェンジとかそういう問題じゃなくて、千歳さんは何も悪くないんですけど。おい、てめえらさっきから騒がしいんだよ。むしゃくしゃするせいにぶん殴ってやる。おい春日、話は後だ。まずはこいつらを倒すさ。はい。あの千歳さん、危ないから下がっていてください。わーい、私が下がる理由はありません。そもそも助けてほしいから私を呼んだのでしょ？え、どういうこと？私はデリバリーヘルプの千歳バスターホームズです。デリバリーヘルプは喧嘩のヘルプをするデリバリーサービスです。喧嘩のヘルプ？おい、俺を無視して喋ってんじゃないよ。ふざけんな。マジで今すぐぶっ殺す。行くぞ、カスカ。はい。別にしてやれ。かかってきやがれ。来やがれ。ビビってんのか？さっさと来い。痛めつけてやんよ。
Hi, Delivery Help Desk. はい、はい、お願いします。デリバリー。よろしく。Delivery. 待ってました。ちょ、止めて。よし、かかってこいや、行くぜ。せい、止め、行くぜ。寝てるわ。せい、うりゃ、止め。よし、やるぜ。やろうぜ。ガツンと行くぜ。潰れちまえ。なんだこいつら、そしてあの女、強すぎる。さて、とどめです。チキンとビーフ、お好みは？ごめんなさい。これにて無料キャンペーンは終了です。次からはお金がかかりますが、またのご指名お待ちしてます。お、おう。それではグッバイ。何だったんだ一体。デリバリーヘルプ、いざという時に金払うと喧嘩の手助けをしてくれるサービスですよ。詳しいな。よく利用するのか。昔ちょっとね。デリバリーヘルプ、まさか偉人町だけでなくハワイでも営業してるなんてな。手広いぜ。千歳は見つからなかったが、千歳と会えたからよしとするか。お、なんだ？よ。はい。Not.